はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き、前原スポーツさんの方で撮影の方させていただいております。ありがとうございます。はい、ということで、本日は第3弾ですね、グローブ紹介の方。少年用の、コーナーの方を見ていこうと思います。はい、少年用もいろいろありますね。こんだけあるのってなかなかないんじゃないかな。全然見ない。あ、そう、こっちはソフト用か。なるほど。まあ、少年用だけで、こっからこっちとか、こことかもそうだし。で、ソフト用はこっちにあるし、みたいな。感じで、まあ、種類多いっすね、この少年用に関しても。でもちょっとこっちから見ていきますか。まあ、水野ですね。 SSK があって、Z があって、そこが SSK で、ローリングス、ジームスとかいろいろありますね。で、ブランドも多い。これプロステータス、少年用のプロステータスかな、あるんだ、今、少年用に。すげえ、ウェルダラベンだし、少年用であるんだ。とか、ミズノはセレクト9が多いかな。まあ、セレクト9って言ったら多分プロ野球選手モデルとかっていうのもあるだろうし、これ多分坂本選手モデルかな。坂本選手モデル、はい、どうだし、そうね、あと誰だろうな、モデル、これ多分、菊池選手モデル、ダイヤモンドアビリティっていう感じのやつで、少年用は結構そういうのが多いですね、モデルが多い。見た感じ、なんかあの単色ってわけでもないんだ。あ、そうか、単色しか使えないとかも結構あるのかな。でもそんなないよ。ないと思う。少年野球ってやっぱりさ、野球入門じゃないですか。入門なので値段が抑えられてる。そうっすね。多分これより多分もっと安いのももちろんあると思うんですけど、多分それがこの辺なんだ。本当に入門って、本当入門版も多分あると思う。この辺か。これ親目線で言ったらやっぱりさ、ね、野球始めたけど途中でやめちゃうかもしれないからさ、ここから先続けるんだったらもっといいの購入っていうのもあると思うんでね。これ安いっつうのめちゃくちゃいいの、革質。中にはほらドンキとかで売ってるようなやつで最初使ってる子もいるじゃないですか。そっから始まって、まあね、トイザラスとかそういうおもちゃ系のグローブから始まって本格的にやりたいってなってこういうのを買う。そうっすね。人もいるし、やっぱ元々がほら硬いグローブが多いから、柔らかくすぐ使えるようなグローブを求めてるあの親御さんも多いと思う。ってなったらあれか、スーパーソフトかな。 SSK のスーパーソフトなんかは、まあ、最初から柔らかいし値段も抑えられてるしっていうような種類が結構豊富。そうですね。あとまあ、ね、ほら1年生から6年生まで、みんながみんなさ同じグローブ使えるわけじゃないじゃないですか。そうっすね。まあ、サイズとかいろいろあると思うんで、そのサイズに応じた、まあ、グローブの品揃えもされているんじゃないかなと思います。この辺はもう確実にさ、上の方、ね、上の方っていうか、もう中学の最初ぐらいまでは普通に使えそうなっていうかもね。クロスだったり、まあ、グローバルエリートだったりあるんだと思うし、まあ、中学でも多分使えると思う。中学でも多分源田選手モデルとか全然いける、ね、でしょ。1年生の入りたての頃なんかは、全然いけるし、やっぱサイズ分かんないじゃないですか。1年生、2年生でどんなグローブ使ったりか分かんない時に、ね、ここにほら、ご親切にね、ご親切にこうやって、まあ、Z のグローブだったらこれだよっていう、サイズ表記とかあるので、手の大きさによってね、まあ、ちなみにこうやってね、あらジュニアグローブのね、サイズとか、まあ、すごい親切になってますね。上の方ちょっとこう、ミッド上級生向けじゃないですか。てか、ミッドなんじゃない、上は、ね、まあね、上の方に向けて上級生向けになってくるかなって。下の方はお子さんが手に取りやすいようになってるのかもしれないですけど。そうですね、比較的、まあ、柔らかいグローブ。スラッカーもあるんですね。これびっくりした。 JS なんちゃらじゃないかな、これ JSBB、 じゃあ J6 だ。めちゃくちゃちっちゃいやつだ、多分限定。両平が持ってるやつは本当に、多分カラーリングは一緒とか、まあ、この辺も一ボックス全部スラッカーか。まあ、この辺も多分スラッカー、少年用でも前原さん芋煮とかしてくれると思うんで。そう、スラッカーね、少年用もなんか大人用でめちゃくちゃスラッカーって型番多いんですけど、少年用も型番確か多かった気がする。なんかほら、やっぱプロ野球選手スラッカー使ってる人ももちろんいるし、お子さんが憧れて、まあ同じような使いたいって言った時にも手に合いやすいのかなっていうのはありますね。なるほど。はい、左利きのグローブもね、まあ、グローバルエリートが揃ってたりとか、はいはいはい、照明用左の DQS があったりとかで、左利きもこんなに種類が23個ぐらいかな
まあ、20個余裕で超えるような数左利きあるので、まあ、小学生もねいいっすね。いくらでも揃いますね、欲しいのはっていうような感じで。じゃあちょっとソフトいきますか。はい、ソフトは打って変わってもカラーバリエーションが豊富。高校生も確か単色じゃなくて良かった気がするんだよな。ソフトはそういうのないよね、確かルールないから。高校は、うん、ないから小中高全部カラーは特段問題ないはずなんで、うん。でソフト用に多いのは、まあ、女子設計、女子専用とかなってるんで、手入れた時のなんかぐらつきとかっていうのは、まあ、かなり少なくなる。もともとの中の手袋が小さかったりとか、ここのバンドの部分、手首のこの締めてる部分がちょっと締め方が違かったりとかっていうのがあるので、すごい女性の手にフィットしやすい、設計になっているのは感じるので。あれですよ、女の子で、うん、やっぱウィルソンが人気らしいんですよ、うんうん、なんでって聞いたらクマさんが可愛いって言ってました。あー、ウィルソンベア、これね、ここにクマさんはね、例えば俺がとしたら俺がこの手のひらのここにいるみたいな、なかったそういうの。あ、なる、最近ね、あ、これほらほら、これこれ買ってこれがいいっていう子が結構俺は聞くね。なんかあの、うん、普通に男子系のグローブでもトンサキ選手モデルとかこういうの入ってたりとかするし、で女子ソフトで用を使って、まあ、女子野球の選手が軟式バックス野球やってるとかっていうのも聞いたことあるぐらいなので。あるある。まあ、ソフトに限らず、まあ、女の子の使うグローブって基本的にね、あんまり女性用ってないと思うんで、うん、男性用のもの使うとやっぱりこうグローブこう出すときにそのままスルンってこういっちゃうことがあるんで、まあ、ソフトに関してはちょっとこう特化してる、女子選手がこう、うん、こうしても落ちないような設計になってるし、非常になんかやりやすいんじゃないかなと思います。あの、選びやすいんじゃないかなと思います、うん。まあ量もすごい多いしね、ソフト用でこんだけ置いてある店もなかなかないんで。今ね、朝から、公式軟式少年ソフトと見てきましたけど、まあ、グローブでやっぱりこんだけの圧倒的在庫数があるっていうのも特徴の一つ、前原さんの、だとは思いますので。僕もこの前一人で来た時に3時間ぐらい普通に行っちゃって、まあちょっとご迷惑だったと思うんですけども、はい、ご迷惑です、はい、おかけしましたが、まあそういったようでね、本当にいても飽きない、ずっと入れるような、スポーショップで、グローブももちろんたくさん揃っているので、ぜひぜひ皆さん、前原スポーさんにお越しください。はい、ということで、各種リンクね、前原さんの、概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。君と